こんばんは、かずやです。今日は8月の4日ですね。この8月4日という、まあ、この日をね、待っていたという方もいるんじゃないでしょうか。一体何の日かといえば、ソニーの α7S3 の予約開始日なんですね。発売は2ヶ月後、もう10月入ってからになりますけれども、まあ、予約をしておかないと発売日に買えないかもしれない。ということで、前回の動画で、まあ、買おうかな。 どうしようかな ?R6 にしようかなみたいな話をしてたと思うんですが、あのね、予約しました。総合的に判断すると、まあ YouTuber、そしてカメラ買うのが趣味と、まあその撮ることよりも買うことが趣味っていう、まあ僕からすると、まあ α7S m a r III が一番ですね、いいかなという感じですよ。今コロナ禍でなかなか経済もね、うまくいっていませんから、経済を回すためにも仕方ない出費だと思って、だからまあそういうことです。 今日の10時から予約開始となっていましたので、僕ももう早速ですね、えー、某カメラ店で予約をしまして、おそらく発売日に来るんじゃないかと思います。いやーよかったよかった。これでね、ちょっとカメラ体制というのも変えていかないといけないなと。というのも前回の動画で言ったように僕も E マウント持ってたんだけど、売っちゃったんですよね。レンズがないんですよ。なので、今持っているカメラとかレンズを多少こう、処分して、まあ、その、 お金でね、えー、買おうかなと、レンズ買おうかなと考えています。じゃあ、α7S3 で使いたいレンズなんですけど、まあちょっと色々ね、その僕が持っていた時よりも、レンズラインナップっていうのがめちゃくちゃ増えたわけですよ。やっぱこれが今のソニーの強みですよね。キャノンとかニコンって、まあ、その本体は R5、R6 とか、えー、力入れてきてるんですけど、まだまだレンズが足りない。 選択肢が少ないということで、やっぱソニー優位になるっていうのもわかりますし、まあこの時代を見越して、まあ早めにね、このフルサイズミラーレスに参入していたっていうのは大きいと思います。でですよ、じゃあ何買うかっていう話で、まあやはり広角のレンズは一つ欲しいなと思っていまして、だからその候補としては、FE の 1635F4 ですね。今だいたい10万円前後ぐらいでね、なんかいいのないかなって探してるんですけど、 ま、この16、1635の F4 が中古で10万円前後。まあ、もう、レンズってもう中古でいいですからね。え、これが10万円前後。もしくは、タムロンの 17-28mmF2.8、mm。これが9万数千円程度です。スペックを見ると、タムロンの方が 100g ぐらい軽いんですよね。まあ、微妙にこの焦点距離が違うんですけれども、このタムロンの方が F2.8 と開放 F 値が明るいので、今のところこっちを買おうかなと思っています。 で、さらに 28mm から始まる 2875F2.8。まあ、これもタムロンのレンズで、これ7万円程度中古で。なので、これもね、いっちゃおうかなと思ってますよ。単焦点レンズもかなり種類が豊富ですよね。まあ、ソニーから出ているものもありますし、まあ、今挙げたタムロンも、えー、広角の、あの、3種類ぐらいあるじゃないですか。十なんか 20mm、24mm、35mm とかの。軽い、軽くて比較的安価なやつが。 あったりとかしますし、まあ、その中で単焦点だとですね、まあ、ちょっと本当に明るいレンズも一本持っておきたいなと、え、思いまして、シグマの 35mm f1.4、このあたりかなと、今のところ考えています。35mm f1.4 は純正だとね、やっぱ20万くらいするのかなちょっとま、値段調べてないとあれですけど、ただこっちのシグマの方だと、え、中古で8万円程度なので、いいですよね。 ですから今挙げたので言うと、タムロンの2本、17-28と28-75、両方買うと、まあやっぱり十まあ数万円。で、さらにこの、えー、シグマの、えー、ものを買うとこれ8万円程度ですよ。30万円いかないぐらいのね、まあ25万ちょっとぐらいの、えー、投資でなんとかいきそうな感じなので、まあその分のですね、何を 処分しよよううかっていう話ですよまずですね、おそらくメインカメラがその α7S3 になると思うので、この今使っている GH5S の立ち位置っていうのが揺らぎますよね。ただやっぱね、このマイクロフォーサーズのシステムはレンズもやっぱちっちゃいので、ちょっとしばらく残しておこうかなと思うんですよ。となるとですね、やっぱキャノン、キャノン処分するかっていう話にもなってきます。キャノンの方を処分すると、まあかなり余裕が 余裕がというかね、多分この2本3本買っても、お釣りが来るぐらいのものを持っているんですよ。いや、でもな、キャノンも今後伸びてきたらっていうのを考えると、なんかあっち行ったり来たりしてるうちに、また余計な出費が増えちゃうってことも考えられますから、迷いますね。とにかくですね、発売までまだ2ヶ月ありますから、しばらく悩んだ上で、 え、何を売って何を買うかっていうのを最終的に判断したいと思います。いや、それにしても楽しみですね。2ヶ月ってさ、もうどんだけじらすんだっていうところですよ。ツイッターにね、この買いました、買いましたとか予約しましたっていうことを書いたら、納車待ちみたいですねっていう、あのコメントいただいたんですけど、まさにそんな心境です。かなり楽しみにしながら発売を待ちたいなというところで、今回の動画は以上です。また次回お会いしましょう。